朝日に奮した、ルイ14世のコスチュームデザイン。リュリー作曲、王の夜のバレの最終アントレから、バロックダンスとは、ヨーロッパのバロック時代のダンスのことで、バロック音楽、演劇、オペラと密接な関係を持つ。この時代の振り付けで現在まで残っているものの多くは、イングリッシュカントリーダンスで、例えば、ジョン・プレイフォードのダンシングマスターの多くの版の中にある。 プレイフォードの本には、ダンスのフロアパターンだけ書かれていて、ステップの指示は書かれていない。しかし、フランスのダンスマスター、ラウール・オージェ・フイエやロランが書いたような、この時代の他の文献は、少なくともこの時代のステップに使われた単純な、歩き方より、複雑なステップが指示されている。イングリッシュカントリーダンスは、バロック時代を超えてよく生き残って、 最終的にヨーロッパ及びその植民地、そしてあらゆる社会階級に様々な形で広がった。クーラントのバールのための寄付17世紀のダンスの革新はルイ14世のフランス宮廷で起こり、そこにクラシカルバレエのスタイルの明らかな原型を見つけることができる。社交の場でも宮廷バレエや一般の劇場で演じられた。 シアトリカルダンスでも同じ基本テクニックが使われた。このダンスのスタイルを現代の研究家たちは一般にフレンチノーブルスタイルまたはフランス語でベルダンスと呼んでいるがバロック時代には他にもシアトリカルダンス、社交ダンスが存在したるにもかかわらず砕けてバロックダンスとして言及されることが多い。主要な文献の中には ボーシャン・フィエ・キフ法の300以上の振り付けの他にも、フランスのものでは、ラウール・オージェ・フィエや、ピエール・ラモーの入門書、イングランドのものでは、ケラム、トム・リンソンや、ジョン・ウィーバーの入門書、ドイツのものでは、ゴット・フリート・タウベルトの入門書がある。これらから、現代の研究家やダンサーは、バロックダンスのスタイルを再現することができたが、まだまだ論争は絶えない。 その中でもスタンダードな入門書とされるのはウェンディ・ヒルトンのものである。フランスのダンスタイプには以下のようなものがある。イングランドはこれに自分たちのスタイル、ホーンパイプを加えている。これらのダンスのタイプはクラシック音楽でより知られていて、特に有名なものは JS バッハの様式化された組曲であろう。しかしバッハの組曲の中のアルマンドは 同時代のフランスのダンス形式とは一致していない。フレンチノーブルスタイルは、社交の場でも、プロのダンサーたちによる、オペライコールバレや宮廷での娯楽のような、劇場上演でも踊られた。しかし、18世紀のシトリカルダンスは少なくとも2つの、異なるスタイルを持っていた。コミックあるいは、グロテスクと、セミシリアスである。例えばこの時代のイタリアやスペインのダンスは、 多かれ少なかれ、イングリッシュカントリーダンスか、フレンチノーブルスタイルのどちらかに学んだものだった。17世紀という時代は、後期ルネサンスダンスに近いスタイルが広まったが、時代が進むと、メヌエットのようなフランスのボールルームダンスが、宮廷に広まっていった。それ以上のダンススタイルの進化と後輩はなお、研究中の分野である。1960年代と70年代の、 バロック音楽リバイバルは17世紀18世紀のダンススタイルへの関心を生じさせた。ボーシャンフイエキフ法に残されていた300以上のダンスがあったが、学問が真剣に寄付の解読とダンスの復元を始められることは20世紀中頃までなかった。おそらく現代のバロックダンス復元のパイオニアは1950年代に数冊の歴史的ダンスの本を出した。 イギリスのメリュージーヌ・ウッドだろう。ウッドの研究は教え子のベリンダ・クワイアリー、それにパブロワ・カンパニーのバレリーナで振り付け家のメリー・スキーピングに譲られた。スキーピングは後に1960年代のロンドンのバレー・フォー・ール・カンパニーのためにバロック・バレエを復元したことで知られている。歴史的ダンス研究の第二世代の指導的人物にはクワイアリーの教え子、 ウエンディ・ヒルトンがいる。ヒルトンは、ウッドの業績をさらに自身の研究で補った。イギリス人のヒルトンは1969年にアメリカに渡り、1972年には、ジュリアード音楽院の学部に参加し、1974年には、スタンフォード大学で、自身のバロックダンスワークショップを開設し、それは25年間以上続けられた。1964年、 フランスのダンス史家、フランシーヌ・ランスロは、歴史的なフランスのダンス様式に関する膨大な研究に着手した。1980年、フランス文化省大臣の提案で、ランスロは、バロックダンスカンパニー、リエ・ダンスリーを設立した。1986年のジャンバティストリュリの序情悲劇、アティスの画期的上演における、ランスロの振り付けは、 国を挙げてのリュリ没後300年記念の一環だった。この上演で、ウィリアム・クリスティとレザール・フローリさんの名も上がった。1993年頃に、リエ・ダンス・リーは解散したが、このカンパニー出身の振付屋たちが、それぞれの仕事を続けた。ベアトリス・マさん率いる、フェット・ギャランと、マリー・ジュヌ・ビエーブ・マッセ率いる、エル・エヴァン・タイユなどがその中にいる。1996年、 フランシーヌ・ランスロのバロックダンスのカタログレゾネ・ラベルダンスが出版された。1976年、キャサリン・トロシーは、アン・ジャコビーと共に、ニューヨーク・バロックダンス・カンパニーを設立し、国際的なツアーを模様した。トロシーは、ジャン・フィリップ・ラモー、ボレアド初演の振り付けを行った。フランス公演の上演は、ラモー生誕300周年を祝うもので、式は、 ジョン・エリオットガーディナーだった。トロシーは、フランス政府から、芸術文化勲章を授与され、さらに、ニューヨーク・ベッシエ・アワード・フォー・サステインド・アチーブメントも、受賞した。リトル、メレディス・エリス・アンド・マーシュ、キャロル、ジー・ラ・ドン・セ・ノーブル、アン・インベントリオブ・ダンセズ・アンド・ソーシズ、ISBN0 から845000926、ランス・ロット、フランシーヌ、ラ・ベル・ダンス、 カタログレゾネー、ISBN2 から9 1 1八8 7から02、X。ヒルトン、ウェンディ、ダンスミュージック・オブ・コートシアター、セレクテッド・ライティングス・オブ、ウェンディ・ヒルトン ISBN0 から945193から 98X、98 X ハット・リトル、メレディス・アンド・ジェネ、ナタリー、ダンスザ・ミュージック・オブ・ JS バッハ、インディアナ・ユニバーシティ・プレス。 1991-2001ISBN0 から25321464 5ハットフェアファクツ、エドマンド、ザ、スタイルズオブエイティンス。センチュリーバレー ISBN0 から81084698 5ハットハリス・ワリック、レベッカ・ブラウン、ブルース・アラン、エディターズ、ザ・グロテスク。 ダンサーオンザ 18th Century Stage ISBN 0-299203549からウッドメリュージーヌモアヒストリカルダンセズ ISBN 0-90484-128からからからありがとうございます